こんにちは。2019年7月28日です。3泊4日の予定で出てまいりました。今回は帯広方面を回ってみようかなというふうに思います。これはその途中の経路にあります滝川です。河川敷にあります飛行場です。滝川サマーフェスタ2019というイベントにやってまいりました。これはですね、グライダーが地上に置いてあったんですが、見てましたらどうぞ中に座ってみませんかということを言われまして、中に入ってみました。いろんな計器類があるんですが、これらの説明も受けました。無線機なども用意されています。それから操縦桿の動かし方、どのぐらい動かすんですかと聞きましたら、操縦桿の上のあたりで約1センチぐらいですね、ほんのちょっとだけ動かせばいいんですよということです。あとエレベータートリムの設定がありまして、それをトリムを設定すると操縦桿がほぼ中央の位置になります。そこから軽く、上下左右方向に1センチずつ動かしてエルロン、エレベーターです。それからラダーもありまして、ラダーが遠くにあったんですが、そこで足で、右を踏みますと右側の方に機体がこう滑っていきますよという説明です。いろいろ若い方が説明していただきまして、学生さんだと思うんですよ。でまだ単独飛行はできないんですよということです。教官と一緒に飛行をさせてもらってます。それから今のところはこの滝川の飛行場から離陸して、また滝川の飛行場に着陸するということしかまだできておりませんということでした。どのぐらい揺れますかと言いましたら、乱気流、上昇気流ですね、サマールに入りますと、サーマルですか、それに入りますと結構上下にガタ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 揺れますよということです。それから着陸の時はエアブレーキを使って着陸するということです。着陸も一発勝負、タッチアンドゴーのやり直しが効かないということです。それからエアブレーキいろいろついてるんですが、どのぐらい効きますかと言いましたら、結構効くということですね。首がガクンとこう前に行くぐらいエアブレーキが効きますよと。それと同時にブレーキがかかったと同時に、機体が頭を下げて降下を始めますということです。ですのでなかなかそのエアブレーキの使い方が難しい、みたいでした。今回はですね、操縦席に乗せていただきまして本当に良かったですね。いろいろたくさん聞いたんですよ。この風防、このスイッチがありまして、このレバーは何ですかって、これは風防を飛ばすんだというんですよ、緊急事態に。で落下傘を背負って乗ってると。だけど高度高いところだったらそれも可能なんだけど、低いところだったら落下傘が開ける前に地上に激突してしまうということです。前の方に飛行機が飛びまして、その飛行機によってウィンチでこう引っ張られてずっと上の方に上がっていくんですよ。それでその牽引のワイヤーを切り離すようなレバーなどいろいろありました。多分飛んでる時ってエンジンがないものですから、かなり静かじゃないかなと思います。で実はここでですね、いろいろイベントをやってまして、体験飛行のイベントがあったんですよ。ですけど私もじゃんけんに参加したんですが、ダメでした。これはモーターグライダーです。これから離陸していくみたいです。飛行機よりもエンジンが小さくて翼面積が大きい、タイプのモーターグライダーです。これはですね、なんだっけな、ちょっと忘れましたけど、新しいタイプの飛行機ですね。値段がですね、3500万円するそうです。非常に短い滑走路で着陸できるようなそのタイヤの大きいものです。水平対向の4気筒だということです。でエンジンのスロットルはどうですかと聞きましたら、スロットルはとにかくパワーを上げるためにスロットルを使うんだと。でスピードのコントロールはプロペラのピッチをコントロールしているということです。でピッチを入れますとガバナが働いて さらに吹けるということです。したがってパワーを 80% とか 90% 決めてしまいますと、そこである程度一定回転のエンジンが回るということです。エンジンの回転が回るということイコールパワーだという表現ですね。それでピッチを入れますと負荷がかかりますので、エンジンの回転が下がりますので、ガバナが働いて自動的にさらに燃料のアクセルが吹かされた状態になりまして、その回転でぐーっと頑張るということです。でピッチを抜きますと負荷が減りますので回転が上がるので、それをまたガバナで絞らさって自動的に一定回転を保つということです。ですから飛行機が飛んでいる時っていうのはエンジンは一定回転だと、スピードのコントロールはプロペラのピッチで行ってますよということです。
まあ、それから飛行機の話なんですけど、燃料は航空燃料を使うみたいです。なぜ航空燃料を使うんですかと言いました。上の方に上がってきますと気圧が下がるんで、デトネーションというのを起こすらしいです。まあ、異常燃焼なんですよ。それを防ぐために、リッター300円するんですが、そのガソリン、航空燃料のガソリンを使わなきゃいけないということです。しかしながら今その航空燃料のガソリンを扱っている飛行場が少なくなってきたと、なかなか手に入らなくなってきたんで、今は新しいエンジンでレシプロなんですけども、ディーゼルと同じようにな方式になってまして、ケロシンですね、いわゆるそういうジェット燃料ケロシン、で作動するディーゼルエンジンの飛行機が出てきましたよというお話をされておりました。これは自衛隊の車両です。それからさっきヘリコプターも映ったんですが、ちょっと高いの方にヘリコプターちょっと聞こうかなと思ったんですが、ほとんどわからない方でした。だもんですから、まあ、あまり聞かないで写真だけ撮ってきました。これは装甲車なんですけども、中の撮影はダメです。外側だけ撮影 OK ですよということでした。それからいろんなラジコンの飛行機だとか、カイトだとかいろんなものが置いてました。これはですね、特別に中に入らせていただきまして、先ほどの飛行機のコックピットをさせていただきました。操縦桿も1本ですね。でいろんな無線機だとかありました。本当に離陸するのは短い距離、着陸もほとんどもう100メートルも滑走しないで離着陸ができるという飛行機です。まだまだ飛行機のこの飛行機の数は増えませんけども、これからどんどん増やしていきますよということです。この方はニセコになんか使いなんだかという会社があるので、その会社の所有の飛行機だということです。まあ、個人で3500万だったら買う人いると思うんですが、買ったところでメンテナンス、それから中期だとかいろんなことがあるんで、まあ、会社に丸投げしてくれということのようです。ですので、まあ、個人で買ったら会社にそれを預けて、そこでメンテナンスとか保管とかしていただいて、日曜日にちょこっといて飛行機を飛ばしてくるという、そういう方のための、まあ、会社なのかもしれません。それからロビンソンのヘリコプターもだいたい今2人乗りのロビンソンですと、これも3000万で買えるみたいです。そちらのヘリコプターの方は大量生産してんで、コストが安くなってきたということです。しかしながらヘリコプターはメンテナンスがかなりかかりますよということです。これはですね、ただでヨーグルトの宣伝してたんですよ。なんか新しいタイプのヨーグルトだからどうぞということで、早速ヨーグルトをただで、いただいて飲んでまいりました。非常になかなか美味しかったです。これからひまわり畑の方に走ってみようかなと思います。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。